現代の女性用シュミズの一例。シュミズは西洋で中世以降使われてきた肌着。時代と性別により様々な形式が見られるが、現代の女性用は肩から紐で垂らした筒型が胴部を緩やかに覆うスタイルであり、スリップと混同されることが多い。日本ではしばしばシュミズとも表記、発音された。日本ではもっぱら女性用を指す。フランスでは 男性用の場合、シャツを刺す。スリップの目的は、ドレスの着こなしの改善であり、装飾性にも配慮されるが、シュミズは肌に直接つけて保温し、また上着を汗と油から守ることが目的であり、実用性が重視される。西洋で重ね着の習慣が起こったのは中世以降であり、まず古代のチュニックを元として、スモックが作られ、さらにそれが、 シュミーズに発展したと考えられる。シュミーズが男女の肌着として一般化するのは13世紀以降だが、当時は長袖付きのスモック様であり、それが15から16世紀頃まで続いた。13から14世紀のシュミーズの丈は上着によって異なるものの相対的に女性用より短く長いものでは前後にスリットが入ったものが多かった。 襟ぐりや袖口をレースで装飾したものもあった。16世紀ドイツの男性。白いシュミーズの襟ぐりにスモッキングが施されている。ルネサンス期にはプールポアンの開けた襟ぐりから白いシュミーズを覗かせることが流行した。シュミーズの襟元、袖口、裾は刺繍、フリルで装飾され、素材には絹が使われることもあった。バロック期になると、 プールポアンの丈が縮まる一方、その下から長いシュミーズをはみ出させ、ふっくら膨らませることが流行した。丈は腰高で、袖は手の上までたっぷり覆うほど長く、ひだがつけられた。17世紀後半には、ダブ付きが減ったものの、やはり清掃に欠かせない衣服として、ベストの下に重ね着された。ロココキには、襟元が、フリル、レース、ジャボで、袖口が、 フリルで装飾された。17から18世紀は男性用、女性用を問わず、シュミズの華美な装飾が頂点に達した時期である。フランス革命後は服装が市民調へと変わっていくにつれ、シュミズも次第に装飾性よりは実用性が重視されるようになった。19世紀初頭にはイブニング用にレース付きの美しいシュミズが使われていた。多くは、 白いアザブせで、12から15センチ幅で、前の開いた立襟がつき、長い袖にはカフスがつけられた。これは、現在のシャツの原型と考えられる。折り襟の場合は2個のボタンで身頃に留め、それにクラバットをつけた。1850年代には、袖が短くなり、すぼめた袖口に、レースやフリルがつけられた。1860から1870年代には、 全中央を裾までボタン止めするスタイルが現れた。夜会用のものは襟開きが大きく、襟、袖、裾などが縁飾りされた。裾は直線に作られたが、後に前後が丸く裁断されるようになった。1890年頃のシュミーズは、リネンかピケで作られ、色は白、あるいはピンクかブルーの縞柄だった。一般に、クラバットが付けられたが、 シュミーズの襟が次第に小さくなるにつれ、クラバットも小型化していった。20世紀に入り、シュミーズは無装飾の前面をボタン掛けする形式となり、カフスのついた袖口をカフスボタンで留めるようになった。カフスや襟を別仕立てとし、必要に応じて取り替えるものもあった。このようにして、現在のワイシャツのスタイルが成立していった。 13から14世紀のものは、足首までたっぷり丈があり、コット、シュールコー、ショースと共に用いた。仮想階級の場合は、シュミーズの上に、コルセを着た。15世紀には、白衣に刺繍を施すなど貴婦人向けの贅沢な品が、見られた。16世紀のシュミーズは、装飾的で、襟のひだ飾りが、首の周りに覗いていることが多かった。 1570年以降は、襟がやや低まり、後方が高く、着やすくなった。17世紀にはサロンでの挙手を美しく見せるため、レース、刺繍、フリルなどを使った装飾が強調された。18世紀には、上着の袖丈が長くなるにつれシュミズの袖が短くなり、18世紀末には、現在のシュミーズに近い、襟秋の広い形が生まれている。袖は、 かなり短いか、パフスリーブがつく程度だった。19世紀初頭のエンパイアスタイルの時期には、シュミーズローブが流行し、その間、エンパイアスタイル末期あるいは王政復古までは、肌着としてのシュミーズは省略された。1830年代のシュミーズ。上からコルセットを巻き、黒いペティコートを履いている。1840年頃までの形式は全体に、簡潔で、 肩にギャザーが寄せられ、ロマンティックスタイルに合わせ、炭袖が多かった。クリノリンスタイルの時期には、素材に上質綿布を用い、襟を大きく角型に開け、ギャザーを入れた炭袖が多い。裾は腰丈かそれ以上に短くなった。バッスルスタイルの時期には、ほっそりしたドレスに合わせるためシュミーズの装飾性は抑えられたほか、 シュミーズ自身も細く長いシルエットを作るべく、祭壇に様々な工夫が凝らされた。身頃が細くなり上から被ることが難しくなったため、シュミーズは前開きとなり、そこをボタンでぴったりと閉じた。この頃から肩紐が使われるようになった。シュミーズの素材には、キャンブリック、リネン、上等の綿布が使われ、襟や木、袖口には、縁飾りが施された。 1890年代にはコンビネーションが流行し、従来型のシュミーズは一旦捨てれた。20世紀に入って、すぐにまたシュミーズは使われるようになり、第一次世界大戦までは一般にエンパイアスタイルのシュミーズが使われた。すなわち、大きい角型のエリア機を持ち、状態をレースリボン、刺繍などで飾り、幾分体型に沿った胴部となっていた。 1924年頃、ベスト型のシュミーズが現れた。また同時に、この頃、ペティコートの丈が上がって、肩から吊り下げるようになり、現代スリップの原型が成立した。1930年頃を境に、スリップの普及と同じくして、肌着としてのシュミーズは使われなくなってゆき、今日ではほとんど用いられなくなった。現代のシュミーズは、 木綿のほかウール、化学繊維で作られる。肌着としてのシュミーズが敬遠される要因として、次が挙げられる。本来のシュミーズが不要となったことで、スリップとの混同が引き起こされた。シュミーズは、ラテン語で、ショートシャツあるいは甘製のシャツを意味するカミシアカメジア、から来た語と一般に考えられている。ギリシャ語のキトンチトンから来たとも言われるが明らかでない。 12世紀には、シェーンズと呼ばれ、それが、シュミズに転じた。ありがとうございます。